ゼルミーラは、ロッシーニが1822年に作曲したオペラセリア。この作品をもって、ナポリ向けの作品の最後となる。1815年にナポリサンカルロ劇場の支配人である、ドメニコ・バルバイアの招きで、オペラセリアを作曲していた、ロッシーニであるが、1821年の終わりに、バルバイアが、ウィーンのケルントナー東亜劇場の支配人も兼任し、 1822年の4月から6月までロッシーニフェスティバルを企画していた。その最初を飾るオペラとしてロッシーニに提供された題材はドルモンドベロアのゼルミーラだった。その頃、ロッシーニはサンカルロ劇場のプリマドンナイザベラ・コルブランと恋中にあり、彼女と結婚する前提でこの作品を書き上げた。そして1822年2月16日の ナポリ初演の1ヶ月後にめでたく結婚することとなる。そして同年のウィーンでのロッシーニフェスティバルでもコルブランの名歌唱で大成功を収めることとなる。そしてウィーンから帰ったロッシーニは二度とナポリの地を踏むことはなかった。この作品は本編の始まる前の前置きが長くギリシャ神話に通じていない人が見ると訳がわからない展開となっている。しかし、そのような 複雑な前置きを無視してみると、全体として、ロッシーニの結婚相手であるイザベラ・コルブランの歌唱をモデルにアンサンブルではなく、アリアや重賞に重点を置いた構成となっている。この作品も、ロッシーニの他のオペラと共に一時忘れ去られていたが、20世紀の復活上演は1989年7月、ビチェンツァのオリンピコ劇場において、クラウディオ・シモーネの指式、 ソリスティベネティの演奏で行われた。舞台は、古代のレスボス島レスボス島では、長いアイガポリドーロ王によって支配されていた。王は、国民の人気が高かっただけではなく、娘のゼルミーラとその夫で、トロイアの王子イーロ愛情にも支えられていた。しかし、イーロが出生した時に、王国の防備が、手薄になった隙を狙って、隣のミキレーネの支配者アゾールが攻め込み用意を、 散脱する。その時アゾールは、ポリドーロの娘、ゼルミーラを妻とすることを要求するが、ポリドーロが拒んだため、ポリドーロを殺そうと考える。そこで、ゼルミーラは、父親を、歴代レスボス王の墓の中に隠し、自分が父親を憎んでいたと皆に信じ込ませ、ケレースの神殿にポリドーロが逃げ込んだという噂を流す。アゾールは、ケレースの神殿を焼き打ちし、皆は、 ポリ道路が死んだものと考える。しばらくして、ミティレーネの王位を狙っていたアンテノレが仲間のレウチッポの協力を得てアゾールを殺害してしまう。ナポリ時代の他の作品同様、この作品も除去なしで物語が始まる。第一番始まりは、レスボスの城壁の前。兵士たちがアゾールの暗殺を聞いて騒いでいるところへ、レウチッポと アンテノレが登場するので、彼らに事件を告げる。人々は、犯人は誰か知らないのだが、レウチッポは、こうなったからには、アンテノレが後継者になるべきだと人々に宣言する。アンテノレたちは自分たちの計画の実行に障害となるのは、ゼルミーラとその息子と考え、全王のアゾールの死は、ゼルミーラによるものだとして、告訴する旨を皆に知らせることにする。二人が退場した後、 ゼルミイラとその友人エンマが登場。ポリ道路の様子を見るために、歴代の王の墓へと入っていく。第2話舞台は、歴代レスボス王の墓の中。ポリ道路は、中で一人悲しみに暮れている。そこへ中に入ってきたゼルミイラたちと感激の再会を、果たし、運命の過酷さとこれからの希望を語り合う。そこへ、軍楽隊の帰還を知らせる、行進曲が聞こえてくる。 第3波部隊は、ゼウスの神殿の前。集まった人々が、凱旋してきた、イーローを喜びと共に迎える。イーローは、愛する妻ゼルミーラと息子に早く会いたいと思うが、ようやくそれが実現し彼らは必死と抱き合う。しかし、ゼルミーラは、このレスボスで起こった状況をありのままに話そうか、ためらう。エルソノゴ、アンテノレと、レウチッポと会った、イーローは、彼らからゼルミーラが、 ポリトーロを裏切りイーロも裏切っているのだと偽りの言葉を聞かされ、信じ込まされる。一方、ゼルミイラは、エンマから、アンテノレがゼルミイラをアゾール殺害の罪で告発した、聞かされる第4馬部隊は、王宮の広間アンテノレは、アゾールに代わって王となり、大冠式を挙行する。その後無実の罪で告発されたぜ、ルミイラが現れ、自分は無実だと叫ぶが、 聞き入れてもらえず逆に投獄されてしまう。第一話部隊は王宮の一室。ゼルミーラがイーロに当てた手紙を奪い取ったアンテノレは、その手紙に、彼女が父親殺しに関わっていないこと、またポリ道路が生きていることを暗示したことが書かれているのを知り、ゼルミーラへの監視を強化させる。その頃エンマは、ゼルミーラの息子を連れて安全な場所へと避難させる。第二話部隊は、 城壁の外。ゼルミーラへの愛を失ったことを悲しんでいるイーロは、墓の中からポリ道路が現れるので驚く。二人は再会を喜び合い、イーロはこれまでの出来事を説明して、ゼルミーラへの抽象に反論する。イーロがポリ道路を逃がすことを企てていることを知った。アンテノレは、ポリ道路を捉えて投獄する。ゼルミーラは、父の命と引き換えに、自分の命をと訴え、 人々は、ゼルミーラを擁護する者と責める者とに分裂する。エンマが、アンテノレとレウチッポによって、ポリドーロとゼルミーラを殺害する計画が立てられている、ことを知り、イーロに助けを求めに行く。第3話最後は、牢獄の中。ゼルミーラとポリドーロはが不運を嘆いている。ちょうど幸運にも、そこへ軍勢を率いたイーロが現れ、二人を助け出し、 代わりにアンテノレトレウチッポを逮捕投獄する。こうしてデスボスに平和が戻り、それを喜ぶゼルミイラの歌で幕となる。ありがとうございます。